6つのお財布の使い方、これ全部コンプリートしたらですね、皆さん金運がもう大爆上がりしますから、超爆上がりしますからね。皆さんこんにちは。世界で活躍する竜使いドラゴンマスター慎吾でーす。今日も YouTube 始めていきまーす。おめでとうございまーす。今日はとっておきのお話をしますよ。皆さんぜひ最後まで聞いてみていってくださいね。で、本編に入ります前にですね、再三お伝えしていますけれども、プレゼントについてお話しさせてください。僕が個人的にですね、プレゼントしようかなと思っていた田無神社さんのですね、お守り、こちらを25名の方に抽選でねプレゼントをしますっていうのをねずっと言ってます。この田無神社さんのね、金龍さんのお守りですとか、それから青龍さんのお守りですとかね、それから黒と白と赤もあります。これをですね、ちょっと色の指定はできないんですけれども、公式 LINE に登録していただいた方はですね、応募できますのでぜひお願いします。公式 LINE の URL は概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらからお願いします。もう公式 LINE で登録してますよ。あ、いろんな LINE があるんだけどね、マスタースクールの LINE とか漫画版の LINE とかいろいろあるんだけど、慎吾の公式 LINE ね、慎吾公式 LINE というやつに登録していただいて、で、申し込みフォームから申し込みをしていただくと、抽選で25名様に、お届けします。もう公式 LINE 登録してますよっていう人はね、リッチメニューっていうのがありますからね、リッチメニューっていうそのメニュー画面をクリックしていただくと、その申し込み画面に切り替わりますので、ぜひそちらからお申し込みをお願いいたします。はい、でね、冒頭でこれなんで話してるかっていうと、締め切りがねもうすぐなんだよね。もうすぐ3月9日までですので、ぜひ申し込みの方お願いします。はい、ということでね、いよいよ3月中旬になってきますと、まあ待ってるわけですよ。何が？そう、大開運日がですね、3月26日は超開運日、一粒万倍日と天赦日と虎の日が全部集まったですね、最強開運日なんですよね。で、天赦日っていうのは天に許されてる日だから、すごい縁起がいい日ですよね。それから虎の日は、虎はね、今年豪の虎年というぐらいで金運アップの日ですよね。ね、僕の髪型もだんだん虎っぽくなってきてますけれども、なんか豪の虎で、虎の日だからね、この虎カットもいいかなというふうに思ってるんですけれども、それから一粒万倍日っていうのは一粒のね、粒が後々万倍になるようにね、お願いしたことだったりとか、その日に始めたことがね、後々万倍にもなる、もういっぱい実るよっていう、そういう日が一粒万倍日ね。それがもう3つ、1日にこう集まってるわけですよ。だからその日に何かをしないともったいないわけ。だから何かしようぜって言うんだけど、何したらいいかわからないっていう人が多いよね。で、まあよく言われるのが財布を買うといいよっていう人が多いです。財布を、その日に買い替える。ね、新しいお財布に買い替える。それがいいよっていう人が結構多いと思うし、いろいろなね、ネットだったりとか本だったりとか、そういうのでも、お財布の買い時ですよっていうのを耳にしたことがある人がいるかもしれません。この間ね、超開運日の話をしてたの。そしたら、慎吾さんってお財布どういうふうに使ってるんですかって聞いてこられた方がいたの。だから今日は、ちょっと皆さんにね、僕のお財布の使い方、それをね、お伝えしようかなと思ってるのね。ね。で、僕は、まあ、ありがたいことにですけれども、まあ、幸せな経済自由人にならせていただいて、時間も、お金も、人間関係も全部豊かなものをいただいてるんですね。で、まあ、億男とか、億招き神とかっていうふうに言われてて、お金の流れがやっぱりバン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 回ってくるんですよ。ね、だから、金運が高いのね。もう超爆上げ人なんですよ。金運爆上げ人なんだよね。それで、じゃあなんで金運爆上げ人になったかっていうことの要素の一つとして、やっぱお財布あるなと思ったの。うん、僕は普通に自然にやってることだからあんまり意識してなかったんだけど、でもその人たちに話をしてみると、面白いですねっていうふうに、慎吾さんのお財布の使い方面白いですね、そういうふうに使ってたから億男になったんじゃないですかっていうふうに言われたんですよね。あ、だから僕も、あ、そうなんだと、これが億男になる秘訣だったんだというふうにね、それで初めて気がついたんですよね。やっぱり自分のことってわからないよね。他の人に言われて初めて気づくことっていうのはあるからさ。だから今日あなたにそれをお伝えしようと思います。題して、億男になる財布利用術みたいなね。もう一個言うと、金運大バカげ財布秘術みたいな、そういう感じでね、やっていこうと思います。ぜひ最後まで見ていただけたらいいと思います。
で、僕が使ってる財布なんですけれども、いくつかあるんだよ。いくつかあるんだけれども、まあこの財布がね、やっぱり一番僕を、置く男にした財布だろうなと思っているんですよ。これが見えますかね？はい。この金色のお財布ね。このお財布が僕を置く男にしたんだよね。で、このお財布は、まあ有名なブランドさんが作っているものなんですけれども、日本の限定の商品なんです。日本限定で海外に売られてないのね。まあフランスのブランドさん、フランスのブランドだけれども、日本にしか販売してないもので、もう売ってないものです。で、この財布のストーリーって聞いたことある人がひょっとしたらいるかもしれないけれども、すごいシンクロニシティがあってね。で、たまたまこの財布のことをネットかなんかで知ったの。で、金色してるじゃん。金色してるから金運流上爆上だなっていうふうに思ったのよ。間違いない。これ絶対この財布を持ったら金運大爆上がりするなと思って、お店に買いに行ったわけですよ。ね。そしたらやっぱり売り切れですってなって大人気で、もうお店にも入ってきませんっていうふうにお店の人に言われちゃったの。だからもう僕は、ああ、そうなんだ。ちょっと今回はご縁がなかったなと思ってお店を出たわけですよ。そしたら、その店員さんがね、走って僕のところに追っかけてくるのね。僕のところに、店の外にまでですよ。慎吾さん、慎吾さんって言いながら、どうしましたって聞いたら、なんと、お店には、これが一個だけあったんだって。そう。一個あったの。お財布が。いや、でも、店員さんさっき売り切れてたって言ってましたよね。なんかお店のデータみたいなのもなんか調べてらっしゃって、そこにもないっておっしゃってましたよね。でもなんで、お店にこのお財布が一個だけあったんですかって聞いたの。で、そしたらその店員さんがね、まあ、ある方がこのお財布を取り寄せてたんだって、他のお店から。うん。その僕が行ったお店にね、他のお店にはあったから、そのお店に取り寄せをしてましたと。ただそのお客様が、たった今、キャンセルされましたと。ですからこの商品はデータにもないし、ただ取り寄せたからお店にはあるんです。ただこれキャンセルしてるから、そのお店に返すんですけども、その僕が行ったお店で売ることも可能なんです。慎吾さん、買います？ってお店の人に言われたの。そりゃ買うでしょうっていう風になったんだよね。だって、もう日本全国にも一個も売られてないものが僕の手元にやってきて、そしてそのお客様が、ね、僕以外のお客さんがキャンセルしたのよ。このキンキラキンのお財布が。ね、ルイ・ヴィトンの財布が。もうブランド名言っちゃったけど、別に隠す必要もないんだけど。ね？ルイ・ヴィトンって言ったらやっぱり世界最高峰のブランドですよ。世界最高峰のブランドですよ。そのブランドの日本限定の商品で金色でもう全然売ってなくて、しかも奇跡的な僕のところにやってきた財布なの。この奇跡の財布を使っております。はい。で、この奇跡の財布のエネルギーを転写して、角川さんがね、以前お財布を作ってくれました。そのお財布も使ってます。ちっちゃいサイズと大きいサイズとね、あるんですけれども、その3つの財布。あともう1個、ルイ・ヴィトンの、リュウちゃんの絵が描いてある財布があるんだけども、それはね、ちょっと今日持ってきてないんですけども、まあ、主にこのお財布使ってます。なので、これを見せたいです。で、このお財布をね、どういう風に使ってるかっていう話ですよ。はい。でね、今日皆さんにお財布術を教えるんですけれども、結構書いてみたらいっぱい出てきたので、いくつか皆さんにお伝えします。このお財布の使い方、皆さんもね、日常生活でできるように解説しますけれども、6つあります。慎吾流金運大爆上げお財布の使い方は全部で6つありますので、1つ残らずぜひ聞いてもらえるといいかなと思います。では、まず、そもそも財布って漢字ありますよね。どういう語源かご存知？お財布。財布の財という字は、財産の財ですね。あれはお金って意味です。布っていうのは布。これは袋という意味ですね。だからお金を入れる袋という意味が財布なんです。ただこの財布の財という字ですね。こちらをちょっと分解してみると、左側が貝という字があります。貝というのは昔お金で使われていたものですね。だから貝偏がついてるっていうのはこれお金を意味します。で、この右側の作りの方ですね。才能の才という字が書いてありますけれども、これがまた面白くて、この才能の才という字はどこから来てるかというと、象形文字で川の流れがあって、その川をせき止めるための木を意味してるらしいんですよね。流れを止めるための木
がこの財布という字に使われてるんです。つまり財産の財という字はこうお金の流れをこう止めるということ、自分のところにこう手繰り寄せてくる、引き寄せてくるという、そういう意味があるんです。ですから財布はですね、財布は、はい、財布は、あ、逆、財布はお金が流れてるわけです。お金って流れてますよね、世の中にぐる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 してますよね。それをパシッとこう止める役割がするんです。ここのお財布にパシッ、こうなんて言ったらいいの、網みたいなもんね、川がバーッと流れてきて、その中にお金がこういっぱいあって、まあ魚と例えてもらえるといいと思うんだけど、財布はこうパシッと、その魚を捕まえる網のごとく、お金を捕まえる道具なんです。お金を引き寄せるための道具なんです。ですからこのお財布は綺麗にしっかりなんか流れがちゃんと来るように、流れを止められるぐらいの器があるように使ってあげなきゃいけないのね。それぜひ覚えておいて。お財布はお金の流れを止めるためのストッパー、パシッとキャッチする、お金キャッチャーお金キャッチャーでーす。お財布はお金キャッチャーでーす。はい、ぜひそれね、頭に叩き込んでください。叩き込んでね、ただのあなたのこのお金を入れておくものじゃないのよ、お金をキャッチするものだからね。あのよくなんかさ、ドリームキャッチャーってあるの分かるかな、お守りみたいな、こう車とかのにこう吊り下がってる網目のさ、ハワイかどっかのお守りだと思うんだけれども、ドリームキャッチャーって言って網目のさ、そういうお守りがあるじゃない、あれと同じような、あれは夢をつかむお守りだけれども、財布はお金をつかむお守り、お守りみたいな風にして扱ってほしいのね。まずそれを一つ覚えておいてください。その前提があった上で金運流上爆上の秘密をお伝えしてますけれども、まず一つ目、デレデレデンデデン、お財布の中にはお金以外入れない、これは鉄則ですね。なぜか、なぜだと思います？それはお金キャッチャーだからね。お金、川の流れでお金がこう流れてきてパシッって掴むのに、その中にレシートだったりとか余計なもの、ゴミだったりとか、そういうものが入ってったらやっぱり使いづらいじゃないですか。魚を捕まえる網になんかゴミがついてたりしたらやっぱり魚捕らえづらいですよね。だからお財布の中にはお金を入れたいんだから、お金以外のものは入れてはいけません。でも実際ね、僕今この財布の中にお金が入ってないんですけれども、まあ、抜いてきちゃってるんですね、抜いてきちゃってるんですけれども、お金以外入れてません。うん。でよく聞かれる質問として、じゃあお札は入れるのは分かったんですけど、小銭入れていいんですかっておっしゃる人がいるんですけど、小銭もできれば小銭入れに分けた方がいいですね。うん。ただまあ小銭もお金なので、小銭ぐらいはいいかなと思います。少なくともレシートとかポイントカードとかは別にしましょう。これまあ僕流ですよ、僕流、あくまで僕流ね。奥男奥女になりたいんだったらそうしましょうねっていう話であって、あの法律で決まってるわけじゃないから、別に入れてもいいんだよ、入れてもいいんだけど、まあ他の人と同じこと言ってもしょうがないから、僕流のやり方はね言ってるんだけど、お札と小銭で、あとはクレジットカード、まあそれはお金みたいなものだし、銀行のカード、そういったものも、いいかもしれないね。それぐらいかな。カードは実は僕は別のこのカード入れを持ってましてね、ドラゴンカラーの緑色のカードホルダー、これもルイ・ヴィトンなんですけれども、それと別で、分けて使ってます。はい、まあね、カードはやっぱり入れたいっていう人はいるかもしれないけど、でもポイントカードとレシートと、あとはゴミゴミは入れないで、本当にお願いだから、捕まえられないから、お金が、お金が、あーごめんね、リュウちゃん、ごめん、あリュウちゃんの紹介してなかった、リュウちゃんです。はい、あのごめん、話が飛びました。そう、お金の、お財布の中にぜひね、ゴミだのレシートだのは入れないように、もうこれは絶対誰でもできるから、絶対誰でもできるから、ぜひ今日からやってみてね。それでは金運流上爆上お金の秘密2つ目、それはお財布のケースを用意してくださいということです。はい、お財布のケースってどういうことかというと、このお財布をこのままバッグに入れるんじゃなくて、これをケースに入れて、まあ袋のようなものに入れて、ぜひ持ち歩いてくださいねっていうことなんです。なぜか、それはお財布はお金の流れをキャッチする、お金の流れをキャッチする、これ何回も続きますけど、キャッチするものだからね、綺麗に扱ってほしいんです。綺麗に扱ってると、それだけお金がちゃんとここに流れてきますから、ちゃんと捕まえられるようになりますからね。で、実際に僕がどんな、袋を使ってるかというと、あの、あえて見せますけど、あえて見せます、あんまり綺麗じゃないんだけど、こういう風に、ルイ・ヴィトンのこう買った袋を、まあ、そのまんま買った時からずっと使ってるのね。で、見ていただくと分かるんだけど、やっぱり汚れてるんです、薄汚れてるんですよ。で、これだけやっぱり財布に
汚れが付着するんだよね。でその汚れを付着するのを避けるためにこういう袋を用意してほしいんですね。で必ずしもこういう財布型の袋じゃなくてもいいの、巾着袋とかでもいいですし、なんかそういうなんだろうな、ちょっとした袋を用意してその中にお財布を入れて、そして持ち歩いてほしい、バッグに入れてほしいんです。これだけ汚れついちゃうからね。うんうんうん。いやー慎吾さんそれめんどくさいですよっておっしゃる方がいると思います。はい、めんどくさいですめんどくさいけど、うん、めんどくさいことをやるから置く男になれるんだよねみたいなところがあるのよね。そう、人と違うことをやるからお金が流れてくるわけですよ。だからみんなと同じことを言っててもお金は流れてこないわけだから、秘術なわけだよね、秘密なわけですよ。で僕これ本当にずーっとこれやってんの。ずーっと袋に使い続け、袋に入れて使い続けてるから、お買い物する時もちゃんと袋から出して、お会計終わったら袋から入れる、袋に入れるっていうことを毎回やってんですよ。もう何年やってるかな、わかんないけど。でもうめんどくさいなんて絶対思わない。うん、だってそれが当たり前になっちゃったからね。だからお金をキャッチするための財布としての機能を存分に活かすためにですね、ぜひこう外側のねケース、袋を使ってください。はい、それでは金運流上爆上秘密の技なんですけれども、3つ目、はい、3つ目は最初下ろしたてですね。財布を使う最初の下ろしたての時に新札の束を入れてください。はい、僕は必ずお財布を下ろす時に100万円銀行から下ろします。新札で下ろします。それをお財布に入れてしばらくそのままにしておきます。はい、なぜかというとですね、なぜ100万円なのかというと、まず、たくさん入ってきてほしいじゃないですか。で、お財布が、その、最初に僕のところに来た時って、その財布は初期設定がわからないわけ。自分の初期設定がわからない、財布くんがね。私はいくら入れたらいいんですかねみたいな感じなんですよ。うん。いくらこうキャッチしたらいいんですかみたいな感じ。で、できるだけ多くっていうのも、言葉や念で伝えるだけじゃなくて、こんだけ入れたいねっていうことで、しかも綺麗なお金がいいなっていう、ね、お金にも綺麗汚いがありますよね。それは物質的な綺麗汚いじゃなくて、なんかありがとうっていう風に言われて入ってくるお金と、なんだお前みたいな感じで入ってくるお金と、2種類あるとした時に、綺麗にありがとうって言われて入ってくるお金の方が嬉しいじゃないですか。だから、新札の100万円を入れます。うん。そして、財布に覚えさせるのね、初期設定を。僕はこれだけ入れたらいいんだ、たくさん入れたらいいんだ、だいたい100万円ぐらい入れたらいいんだっていうのをお財布にこう覚えさせるわけですよ。で、そしてまあだいたい3日から1週間ぐらい経ったらその100万円を抜いて、そして使い始めたらいいんですよね。でも僕一時期ね、ずっと100万円入れてましたね。6ヶ月ぐらい入れてたかもしれない。半年ぐらい入れてて。で、一切使わなかった、その100万円がね。で、100万円もその財布に入れてると少しよれてくるから、新札がよれてくるから、なんか定期的に銀行に行って、その100万円を渡して、新札に変えてもらって、また入れてっていうようなことを繰り返しやってみました。僕は今はそれをやってないんですけど、もうだいぶお金の流れが、ね、できてきたから、最初の頃お金の流れを作りたいなと思う時は、ぜひ、最初ね、100万円の新札をお財布に入れるということをした方がいいと思います。うん。いくら入ってくるのかを覚えさせるということね。で、いや、慎吾さん、100万円ありませんっていう人は、できる限りの金額で結構です。50万円でもいいし、10万円でもいいです。できる限りでも新札がいいです。最初に覚え込ませる金額としてはね。で、慎吾さん、100万円じゃなくて、もっと200万円とか300万円がいいですっていう人は、ぜひそれでも OK です。ただ、お財布、だいたい僕いろいろやったんだけど、100万円以上入らないのね、なかなかね。で、この今使ってるお財布も100万入れたらパンパンになっちゃって、結構なんていうのかな、財布自体が壊れる可能性があるので、まあ100万円ぐらいでいいんじゃないかな。まあお財布に入るぐらいの数の札束の新札を入れるということをお勧めしています。はい、ぜひやってみてくださいね。それでは金運大爆上げの秘密4つ目なんですけれども、これものすごい大事ね。1,2,3,4 お話ししましたけれども、これがひょっとしたら最も大事かもしれません。これが一番大事、この5番目が一番大事です。皆さん見ていただいてありがとうございました。人気動画はこちら、チャンネル登録はこちら。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、金運流上爆上、またね、バイバーイ。